ということで今回はハードモードをやっていくよ。そういえばハードモードってどれぐらい難しいんだ？ノーマルはレベル1からレベル4じゃん。ハードはレベル2からレベル5で、ハードプラスがその前半2から出題されるよ。なるほど、まあまだこの辺は見慣れた文字が並んでるね。確かに、レベル2とはいえど前回もやったからね、このレベルは。まあそんな難しいものでもないか。僕から見たら、ね。とはいえどこのレベルはあまり難しくは感じないけれどな。でも正直レベル1からレベル4はノーマルにも出てたから、結構いける気がするんだよね。え、これ本望じゃないの？だとしたらそれに似たニュアンス、ここは本望に勝てるよ。レベル2はクリアしたね。多分レベル3くらいはいける気がするよ。フラグ回収にならないといいが。このモードはレベル2がレベル3になるからレベル2だができないよ。どこかで見たような字だなこれ。わからないからとりあえずカットするよ。とりあえず感覚でカットするのやばすぎだろ。これで血まみれって読むんだな。意外だな。当て字かなんかなのか。まあ多分これは当て字ではないかな。これパート1で見たぞ。当て字を疑ったガリベンだな。ちなみに予測変換でガリベンって打ってもガリベンは出なかったよ。待ってこれなんだっけ。またもや覚えてないのが出てきちまった。まあこれ撮影したのめっちゃ前だからね。その間に大量にこれやって今のうまさになってるんじゃない。とはいえ最高難易度ヘルがクリアできてないんだけどね。これは入れ替えを使えばいけるんじゃないか。まあワンチャンあるかもしれないし、ことでんに関係する5をひたすら打ち込んでいくか。どういう発想になったらその答えが出るんだろうか。金銭に触れるとの読みをするらしいよ。なるほど、こと2銭で金銭は確かにそうも読めるな。まあ先に言うとこの後大爆死したのでもう全カットでお送りいたします。なんか長文打つときに結構改良してない？そういえばこれ編集してるときにこれだけ正解してたの忘れてたよ。これレベル3だよね。まあレベル3とはいえど難易度にばらつきがあるとは思うから。でこれそのまま読むんじゃん。ということで国名とかに逃げるよ。ちょっと待って、これ難易度的に不相当だったよね。今ハードクリアできずの状態だけどいけるの？え待って、思いついてる？あ、こういう系は知ってるか推測が簡単かの二択なんだよね。ということで不正解まで飛ばすよ。まさかこんな簡単にステージ3まで行けてしまうとは。これワンチャン全問正解いけるんじゃない？本当にいけそうかもよ。やっべ、ここでも覚えてないのが出てきちまった。多分これは比喩なんじゃないかな。なるほど、直接読むんじゃなくてある程度読み方を変えて推測するのか。ちなみに編集時点では見ただけですぐに分かったよ。その答えは何なの？ベルだよ。これ確かグリニッチじゃなかったっけ？でもグリニッチとは微妙に字が違う気がするけど、これの答え一体何なんだよ。ノルウェイ？あ、ノルウェイだったか。絶対わかってないでしょ。そうだけど。